皆さん、おはようございます。ダーの脈はキングタカです。天の富士関横綱昇進、おめでとうございます。まあ、いろいろありますけどもね、モンゴル版のお新横綱。まあ、千秋楽、まさかまさかで負けたんですけど、すごいです。ただね、横綱白鵬、立ち合いよりも見苦しくて見てられないです。あの時は、はい。貧縮を飼ってますし、ガッツポーズもしてるし、張り手とかいろいろ仕切りなど見苦しくて見てられないです。うん。改めて天の富士はまあ横綱昇進からと、令和になって初の横綱昇進誕生。平成生まれ、平成初の新横綱は、朝日富士ですね、はい。平成生まれでも初めてです。年長昇進は29歳7ヶ月は、年6場所制となった1958年以降、初土俵で6番目の年長。スローでは、主導昇進は新入幕が所要44場所は、58年以降新入幕と鶴竜と並び9位の遅さ。最も遅いのは木更里の73場所。初土俵下61場所は、58年以降初土俵10位の遅さ。三重の海の97場所が最長。モンゴル出身はまあ、鶴竜以来で5人目。外国人では、それも含めて7人目。武蔵丸と明け、坊能と含めて。大関復帰後の昇進は三重の海以来2人目。ただ、序二段からの昇進はまあ史上初です。はい。伊勢ヶ浜部屋所属はまあ春馬富士以来3人目。これからも頑張ってほしいです。応援してます。なお、内規は以下の通りで、横綱に推薦する力士は品格、力量の抜群であること。大関で2連続優勝した力士に横綱に昇進、推薦することを原則。そして第2項に準ずる好成績を挙げた力士を推薦する場合は出席員の3分の2以上の決議を必要とする。これでもう満場一致でございます。というわけで以上です。バイバイ。